立憲民主・社民の議員会長を仰せつかっております水岡俊一でございます。どうぞよろしく申し上げます。振り返ってみますと、この2ヶ月、衆議院、参議院と予算委員会が開かれてまいりました。私たちと総理とは、立場もまた考えももう全く違うんでありますけれども、この間連日審議に臨んでおられる総理はじめ閣僚の皆さん方には、心からお疲れ様ですと申し上げたいところです。しかしですね、問題は中身ですよ。総理、この2ヶ月にわたって審議が繰り広げられましたが、中身のある審議だったか、実りある予算委員会ができたか、そういったことから考えると厳しい評価が出てくると私は思うんですね。その理由は何か。やはり裏金問題に多くの時間を費やさねばならなかった。この責任は総理、自民党にあるんじゃないでしょうか。お考えを。岸田内閣総理大臣。ご指摘のように、今回、自民党のこの派閥の資金問題において、国民の皆さんの中に大きな疑念の思いを抱かせた、政治不信を巻き起こした、このことは我々自民党として、この深刻に受け止め、そしてお詫びを申し上げなければならない事案であると認識をいたします。水岡君。委員長、前代未聞の状況であり、いまだなおその解決の糸口がなかなか見つからない。そしてそもそも全容が解明されたとはとても言えないわけですね。全容が解明されなかったその理由は、せっかくの政治倫理審査会を衆参で開催したにもかかわらず、その中で全くと言っていいほど実態が解明されなかった。これはどうしてですか、総理。岸田内閣総理大臣。今回の案件については、まず検察の捜査が行われ、そして刑事責任が追及をされ、そして その間、この、把握された事実に基づいて、関係者が政治資金、収支報告書の修正を行い、会見を行い、そして自民党としても、アンケートや聞き取り調査を行い、そして、国会においても政倫審等の議論が行われてきた、弁明が行われてきた、こういったことであります。その中で、今回のこの政治資金の問題の、その、概要ですとか、それから政治家として果たすべき責任は何だったのかなど、様々な点が明らかになってきたのは事実だと思います。しかしながら、まだ不十分であるという国民の皆さんの声については、これは真摯に受け止めなければならないと思います。捜査権がないなどの制限はあるものの、我々は政治家でありますので、刑事責任とは別に政治責任を、そして道義的な責任を果たしていかなければならない。こういったこの判断をするために引き続き事実の解明を続けていかなければならない。そういったことで追加の聞き取り調査も行っているところであります。水岡君。ということになると、総理のお考えとしては、政倫審、政治倫理審査会においても、全くその解明がされなかった、だから聞き取り調査を行うという考えでしょうか。岸田内閣総理大臣。先ほど申し上げたように、検察の捜査から始まり、国会での政倫審での弁明など、
さまざまな取り組みの中で、今回のこの問題のこの全体像ですとか、政治家として果たすべき責任など、明らかになったことはたくさんあったと思っていますが、ただ国民の皆さんの中に、まだいくつかこの大きな疑念がある。このことは事実だと思います。だからこそ、党としても追加の聞き取り調査を行わなければならない。このように考えて取り組んでいるところであります。水岡君。国民の中に、いくつか疑念がある、こういうふうにお認めにはなったんですが、小沼議員、資料1をちょっと上げてみてください。皆さんにも資料1を見ていただきたいんでありますが、これはこの3月の読売新聞による世論調査の結果をグラフにしたものでありますが、左側の資料には、政治倫理審査会での出席者の説明に納得できますかという問いに対して、多くの方が納得できない 81% という調査結果が出ています。国民の皆さんが、もうこの政倫審に出席をなさった自民党の皆さんの説明に全く納得できないと、こういうふうにおっしゃっている。その政倫審の中で、自民党の皆さんは何とおっしゃったか、記憶にない、知らない、私はその経緯について、全く感知していない、そういったことのオンパレードだったわけですよね。だからそれは国民の皆さんが納得できるはずがないじゃないですか。なぜこの政倫審、このような参議院においてはですよ、政倫審の規定が決まってから約40年間、39年間にして初めて開いた政倫審、極めて重い政倫審、その中で知らないの一点張り、こういったことは総理が目指した国民の信頼を得るためにという政倫審の姿と全く違うと、そう思われませんか。岸田内閣総理大臣。国民の皆様がこの政治家の説明について納得がいかないということを言っておられる、このことはもう真摯に受け止めなければならないと思います。だからこそ、この先ほど申し上げたように、検察の捜査以降、この本人もちろんでありますが、党としても実態把握に努めてきた、こういったことでありますし、国会においても弁明が行われた、こういったことであると思います。こうしたあらゆる場を通じて実態を説明していく責任をしっかり果たしていかなければならないということ、これ従来から申し上げてまいりました。政倫審ということだけを取り上げるとするならば、政倫審、これは説明者の意思を尊重するというルールの下で行われるものであります。そのルールに基づいて行われた弁明、それに対して厳しい声が寄せられているということであると認識をいたします。水岡君。総理のお言葉の中にも弁明ということが出てまいりました。政治倫理審査会規定には確かに第16条に、申し立てをされた議員に対し、または当該申し出をした議員に対して弁明の機会を与えなければならない。つまり政倫審の場は弁明の機会なんですよね。弁明というのは、総理、自分に対する誤解があるときに、その誤解を解くことを弁明というんですよ。政倫審で自民党の面々がおっしゃったのは弁明じゃないですよ。言い逃れですよ。私はそう思いますが、総理どうでしょう。岸田内閣総理大臣。政倫審は、障害があったような、政倫審の
ルール、国会のルールに従って行われるべきものであると思います。しかし、その弁明の中身について納得がいかない、不十分だという国民の皆さんの声があること、これは真摯に受け止めるべきであり、その国会をはじめ、あらゆる場を通じて、それぞれの関係者、実態を最もよく知る、この関係者が、説明の努力を続けていくことは重要であると思いますし、党としても聞き取り調査ももちろんでありますが、本人に対するさらなる説明のこの機会を促していく、これも重要なことであると考えています。水岡君。弁明ではなくて私は言い逃れだというふうに申し上げました。言い逃れっていうのは要するに巧みにその場を繕って窮地を脱することという意味なんですね。ですからそういったことをやり続けていると国民からの信頼は全くなくなりますよ。そのことを総理はじめ皆さんにはぜひご理解をいただきながら、今後の審議を進めていかなきゃいけないと思いますが、総理が聞き取り調査を行われる、これって公開されませんよね。だから問題の本質は何であるのか、一体どこに原因があったのか、誰が言ったのか、誰が決めたのか、もうここまで来たら国民の前で明らかにしなきゃいけないんじゃないですか。そういった意味で国民に最も開かれたこの国会においてそのことを明確にする、その方法は証人喚問もあるでしょう。そういった意味で自民党の皆さんのその思いを国会の場で示してほしいと思いますが、総理いかがですか。岸田内閣総理大臣。政治家である以上、刑事責任のみならず政治的な責任がある。こういった観点から、その政治的な責任を追及する上で必要な実態を把握しなければならないということで、党としても追加の聞き取り調査を行うなど、引き続き事実の把握に努めてまいりたいと考えています。ただ委員の方から、この国会において、その参考人なり証人喚問なり、こういったことを考えるべきだというご指摘でありますが、国会においてはこれまでの政倫審でのこの弁明のありよう等も踏まえた上で、国会において判断されるべきことであると考えます。水岡君。総理が政倫審にご出席をなさった、そのことについて少しお話を聞きたいと思います。去る2月の29日に総理は衆議院の政治倫理審査会に出られて発言をされました。私は冒頭におっしゃったこの挨拶、私はすなわち高麗の趣旨未だ絶えずという言葉、つまり志を持った有望な人材を将来に引き継いでいくことの大切さを述べたこの言葉を今噛み締めていますと。私は素晴らしいことをおっしゃったんだなというふうに思っておりました。ところが後に私はあることをこう知りました。それは何かというと、実は令和4年7月東京の増上寺で行われた安倍元総理の葬儀で、この葬儀に参列者に対して昭恵夫人がご挨拶をされた。そのご挨拶をこう短く言いますと、主人も政治家としてやり残したことはたくさんあったと思うが、本人なりの春夏秋冬を過ごして最後の冬を迎えた。種をいっぱい蒔いているのでそれが芽吹くことでしょうとおっしゃったということを、私はある記事を読んで知りました。いや、びっくりしました。総理の言葉というのは広く志を持つ後輩に対しての思いかと思ったんですが、
このお話を聞くと、安倍派の幹部の方々に対するメッセージ、そんな風にも思えたんですが、本当のところはどうなんでしょう。岸田内閣総理大臣。今委員の方からそういうご指摘をいただきましたが、私自身そういったことは考えておりませんでしたので、ご指摘をいただいてもちょっと戸惑っております。私自身は紹介させていただいた言葉、ご案内の通り、これは吉田松陰の言葉であります。まあ、この言葉の意味を率直に噛み締めているということを申し上げた次第であります。それ以上のことは考えておりません。水岡君。吉田松陰の遺言を引いたご挨拶というのは、安倍総理がお父様のお葬儀でもおっしゃった、昭恵夫人が安倍元総理のお葬儀の場でもおっしゃったという流れの中で言えば、この吉田松陰の遺言の高麗の趣旨未だ絶えずというのは、まあ、今の時代、今の自民党政権の中において極めて重い意味を持つんだということは、ぜひご理解をいただかないと誤解をされている人がたくさんいますから、私はそのことを指摘をしていきたいと思いますが、その後、総理がおっしゃった言葉ちょっとご紹介をしたいと思います。またなぜ政治資金の収支を明確にするこの当然のルールすら守ることができなかったのか、その原因が政治における順法意識の欠如であるとしたならば、コンプライアンスの確立に向けた改革をしっかりと進めていかねばなりません。こうおっしゃいましたよね。間違いないですよね。もう終わってますね。国会議員が順法精神がないんですか。ここまで自民党の国会議員は落ちぶれてしまったのか。もう残念で仕方がないですよ。総理は、随分思いを込めておっしゃったと思うんですね。コンプライアンス、これはもう皆さんご存知の通り法令遵守ですよ。で、法令遵守だけじゃなくて、やはり常識的に考えてダメだと思うことをしない公序良俗という観念、倫理的という観念、そういったものをコンプライアンスと言うんですが、それを確立していかなければいけないと、その場で総理がおっしゃったっていうのは、終わってませんか。こんな国会議員だったらお辞めになってくださいよ。私はそう思いますが、総理いかがですか。岸田内閣総理大臣。もう終わってませんかというご質問でありますが、まあ、今回の、まあ、案件のやはり、最も重要な部分は、政治資金収支報告書、政治資金を、政治資金、規正法に基づいて、正確に届けるというこの当たり前のことが行われなかった、このことが最大のポイントであると私は認識をしております。まあ、その点を、まあ、整理審においてはご紹介いただいたような、まあ、発言をするに至ったと考えております。これで終わったのかという、終わったんではないかというご指摘でありますが、しかし今回の件についてそこをしっかり直視しなければなりませんし、その上で法改正、再発防止についてどう考えるのか、真剣に考えていかなければならないと思いますし、それをやらなければ国民の皆さんの信頼回復にはつながらないと考えています。委員長。水岡君。まあ、信頼改革がどのように、信頼回復がどのように、していけるのか、ポイントになると思いますが、一つには処分の問題、杉尾委員の先ほどの指摘、処分が一体どのようになっていくのか、今資料出していただいていますが、多くの国民の皆さんは、安倍派元幹部に厳しい処分をするべきだと思うというふうにおっしゃっている。
そういった世論調査もありますし、先ほど繰り返しになりますが、国会でもって全容を解明すること、そのことなくして、この問題の解決はないというふうに思っておりますので、そのことを指摘をしておきたいと、こういうふうに思います。次に、パネルを下ろしてください。次にですね、パネルの2番をお願いします。話は変わりまして、能登半島地震のことについてお伺いをしたいと思います。被災地の学校支援について、全国のいくつかの県から石川県の学校の支援に入っているということが新聞ニュースに掲載をされておりました。すでに国会でその話も出ておりまして、大臣からのお話を聞いているわけでありますけれども、改めてこの参議院において森山文科大臣がこの学校支援チームをどのように評価をされて、そしてこれからどういうふうな、方向で、進めていこうと考えておられるのか、その点に一つお聞きをしたいと思います。森山文部科学大臣。水岡先生、お詳しいところでございますけれども、大規模自然災害が発生した場合に、被災地における学校教育活動の早期再開や、避難生活中の子どもたちの学習面、メンタル面のサポート、学校施設の安全性確保等のため、被災地からの要望に対し総合的な支援を行うことが重要であり、必要であると考えております。今般の震災対応にあたりましては、これまで被災自治体からの要請を受けて、全国の教育委員会との協力による集団避難先への教職員の派遣支援や、児童生徒等の心のケアのために必要なスクールカウンセラーの追加派遣支援、被災した学校施設の使用可否や復旧の方向性を判断するための専門家等の派遣を行ってまいりました。また今、溝川委員が示唆されたように、兵庫県をはじめとする6府県による自主的な取り組みとして、被災地における授業の支援や教職員、児童生徒への心のケア、避難所運営などをサポートするための教職員の派遣などを行っていただいております。こうした取り組みも参考にしつつ、現在も続く能登半島地震の対応を振り返りながら、発災から学校再開までを継続的に支援するための方策について、どのような形が考えられるのか、現在、文部科学省の中で検討を進めているところでございます。水岡君。これ総理にお聞きしたいんですけどね、実はこの5つの県のチームは、日頃から情報交換をして、研修をし、訓練をし、そのチームとしての力量を高めているんですよね。で、それ自分たちのお金でやってるんですよ。もうこの災害がどんどんこう続いているこの日本において、被災地の学校現場は学校という教育の場だけではなくて、被災をされた方が避難をする場所として非常に重要な場所だということになっておりますよね。そういった意味では、そういった学校、避難所を支援するチームが、地方の教職員にだけ任すっていいんですかね。いきなり国でそういう機関が作れないとしても、国がそういったチームを支援する、あるいはもっと各地のチームを編成するための支援の手を述べるというような考えを総理としてお持ちではないですか、どうですか。岸田内閣総理大臣。ご指摘のように、今回の能登半島地震において、この、いくつかの県、自治体から、この専門的な知識や能力を有する教職員の皆さんのチームが派遣された、このことは、この被災地の学校、あるいは子どもたちにとって、大変大きな、
助けであり支援であったと受け止めています。こうした自治体独自の取り組みに加えて国においてはこの全国の教育委員会と協力し教職員の派遣やスクールカウンセラーの派遣これを行い被災地における学びの継続あるいは心のケアこうしたことのための支援を図ってきているところですが専門的な知識や経験を有する教職員をはじめ学校関係者が速やかに被災地の学校への支援を行うこれは重要なことだと考えており文部科学省において自治体の取り組みも参考にしながら国としてどのようなことがさらにできるのかこれを検討してまいりたいと考えます。水岡君細かいことについては文科省でやっていただくと思うんですが、号令をですね、総理から出していただきたいんですよ。本当にこういうことは大事じゃないかと、もっと徹底的にやれということをこう指示をしていただいて、本当にこう全国の人たちが、万が一災害が起こったところに、みんなでこう支援ができる、そのための準備をする、それをこう政府にこう後ろから押してほしいと、こういうふうに願っているところです。で、日頃から、学校現場が多忙化で、大変なことになっている。多くの方が、精神的に病んだり、あるいは命を落としたり、大変な現場だということはもう今いろいろと言われているが、そういった中でもこういった被災地のために支援をやろうとしている自主的なそういった支援ができている、そういう教職員の一つの、特徴もですね、ぜひご理解をいただきたいなと思っております。その最後にですね、その教職員の不足が、この数年間といいますか、この10年間ぐらいは、極めて深刻化しています。代表質問でも総理にはお聞きしましたが、あまり答えていただけませんでした。総理、もう4月が目の前ですよね。新学期なんですよ。この新学期に担任がいないっていう学校が全国にまた出ますよ、これ。担任がいたとしても他の仕事をしていた人が担任に臨時的になっているというようなケースを考えると極めて深刻ですよ、今。これは何かの手立てを打つとかそういうようなことで、一挙に解決する話ではないので、これは本当に大きな、教育、現場をどのように、改革をしていくのか、どのような、教員を確保する一つの方法を作っていくのか、これはもう国の課題ですよ。私はそういうふうに思うんですが、総理いかがですかね。岸田内閣総理大臣。教職員のこの不足については、現状、大変深刻な状況であるというご指摘、これはその通りだと思います。その要因としては、この産休・育休取得者や特別支援学級の見込み以上の増加に対して、臨時講師の成田が減少しているなど、構造的な要因と、そして、教師を志す学生の声として、勤務環境への不安がある。こういったこの指摘。これも、教員不足の要因の一つであると認識をしています。今現状ですね、政府としては、小学校高学年の教科担任制の1年前倒し、あるいは教員業務支援のすべての小中学校への配置、こういったことに取り組んでいるわけですが、おっしゃるように、これ構造的な要因、これが大変深刻であるという認識しております。だからこそ、この働き方改革をはじめとする、この学校現場の運営体制、また教師の育成支援、こういったものを一体として進めることをやらないと、今申し上げた点だけでは、十分とは言えない。政府としてもそれを受け止めて、構造的な取り組みを進めてまいります。
水岡君。総理には号令をかけてほしいんですよ。それが総理の本当に重要なお仕事だというふうに思います。もう時間がなくなりましたので新しい質問できませんが、今日は代表質問の際にも申し上げた不登校児童生徒が大変多い、これはもう今の教育界を揺るがすと言いますか、これからの日本の社会を揺るがす問題になる、そのことをぜひ政府一丸となって文科省をバックアップしていただきながら全国の現場を支えていただきたいと思います。今日は質問の機会いただいてありがとうございました。国民の信頼、政治への信頼を回復するために、ぜひお力をいただきたいとお願いして質問を終わります。ありがとうございます。